平田の開幕スタメン予想、さすがにヤバすぎるわらわら。ドラゴンズ OB、平田洋介が大胆予想。なんだこれ、ツッコミどころありすぎる。開幕投手枠へ。岡林開幕無理なん。小田だけ全くわからねえ。小田ロドリゲスとか育成新人2人が開幕スタメンなのくさ。さすがに逆張りが過ぎるだろ。引退時のムーブといい平田ってやっぱちょっとあれなんか。これは入閣させられんわ。分析には定評のある平田、ついに暴走。これってあくまで予想やろ。平田は立浪ならこれだけやると思ってるんや。立浪がやりそうって意味合いで組んだなら有能。石川すら放置で草。平田が監督なったらとんでもない試合見られそう。さすがに狙いすぎ。これはやばいのか、というかやばくないスタメンはどういうやつや。中日にやばくないスタメンは存在しないぞ。岡林間に合わないなら結構きついな。開幕までに怪我人で過ぎやし、あと1ヶ月でこうなるのもありえる。今年の中日はいけると思ってるけど、なんか不安になってきた。弱そうすぎるだろ。